じゃあ行きますか。OK。うん。よいしょ。うわ。うん。おはようございます。9時。9時だ。いやー、今日はですね、何 ?8 人か、全員で。まあね、動画の展開だとちょっと早いかもしれないんですけど、見てる方は。納車です。早くも納車します、今日。納車されます。っていうことでね、ちょっと集合場所に向かっていきたいと思いますよ。で、なっちゃんのお母さん、なっちゃんお母さん昔バイク乗りやったんですよ。なっちゃんのお母さん昔バイク乗りで、なっちゃんのお母さんね、リターンです。リターンですね、今日。20年ぶりとかそれぐらいなんのかな。多分なっちゃん生まれる前までは乗ってたって言ってるから、多分そうだね、20年近くぶりに多分乗ることになるのかな。それでいて今日はね、なっちゃんのね妹もね来るっていうことで、今日はなっちゃんの妹とタンデムですね、後ろ乗っけてきます。なっちゃん今、なっちゃん18なんでね、まあ、妹っていうと必然的にマジ JK ですから、今日現役現役バリバリ JK ですからね。今日は JK 後ろに乗せていくんで、安全運転しないとな。ミクちゃん、ここにさ、ステップのあれあるじゃん。そうそうそう、それ出して悪いんだけど、反対側もこ、あ、これこれ、そうそう、で、左側から乗って。はい、乗ります。はい、はいよ。OK。OK。あ、サイドスタンド払えるかな。あ、払えた払えた。え、咲いてるよ。ミキちゃん咲いてるよ。すげえ騒いでる。キャー言ってるよ。キャー言ってる。てるかすりちゃってるよ。マサさん先頭でいいっすよ。え、俺？うん、いいよ。いや、俺ちょっと道怪しいですけど。大丈夫？いや、俺意外に道怪しいんですけど、行っちゃいますよ、じゃあ。ないよ。ミクちゃん、いくつ？16？高校1年生になったんだ。高校1年生か、2年ぐらいだと思ってた。なっちゃん撮ってこうかな、こうやって乗ってる姿を。いいね、似合ってるね。全然大丈夫だね。賑やかだね、お姉ちゃん。もうこっち聞こえてないからみたいな。いやでもめったにない休みが今日でよかったね。2人だけで楽しみやがって、うん、やったーって、運命だ今日はみたいな、今日が休みがあるって運命しかないみたいな、行く行くって、絶対行くみたいな、降りたって瞬間みんなで飛び出す、やったーみたいなね、山綺麗だね。うん。水の色もすごいよね。本当に。うん。山、こでもここら辺のあれとかすごい綺麗だね。
ミクちゃん今背中ついてんの？もうついてます。ここ狭くない？大丈夫大丈夫でもなっちゃうと背中つかないんだよね少し浮いてんだよね後ろが余裕たっぷりみたいな。紅葉が綺麗だね。道志まで24キロ、山中湖42キロ。そうだね、バイク買えばね一気に行動範囲広がるもんね。いつもだって同じでしょ、学校行って部活して帰ってきて、学校行って部活して帰ってきて、土日も部活してみたいな。もうワンパターン貸してるみたいなね。そうだよね、土日もないっていうのはね、もう完全にバレーに身を捧げてますって感じだよね。うん、人生が1年終わりそうなんですあっという間でしたみたいな。とりあえず髪だけ欲しいです。うん、この先カーブ連続だって。おーみくちゃんの大好きなカーブがたくさん来るよ。カーブ表示大好きです カーブにカーブカーブカーブどんどん来るカーブカーブにする今日曲がってきよ、カーブ今日も行くよみたいな野球の変化球はカーブが好きですカーブ来い、カーブ来い、どんどんカーブ来いカーブ女子だね、カーブ女子にならない、カーブ女子だねカーブマニアいいですか。カーブマニア、いいカーブだな、ここはつってユタシ同じカーブをいいなーって満足するまでもう一回曲がっとこうみたいなやっぱ右カーブの方がいいな左よりとか言って、同じカーブでも違うなとか言いながらさやっぱ上りの方がいい、ね、上りの方がいいなとか急カーブ注意、急カーブ注意なんていい看板持って帰ろうかしらみたいな部屋に置いとこうかなみたいないい開けたら急カーブ注意みたいなどうみたいな。あるあるある、うん、ホテルとかもあるよ。高いけどね。すごい。低い。写真撮りたいから待って。
楽しそうね。リターン。お母さん20年ぶり。いいじゃん、親子ツーリング。お母さんのバイク乗ってるの見たことないもんね。そうだよね。乗ってますよ今日。乗ってますよお母さん今日。あれ、それあれ、水の中ザブンっていくやつで、そのまんま前のトラック、カバーですか？うん、カバー。そのまんま、あの水の中ザブーンって入る。びしょびしょでしょ、濡れてんでしょ。ここ今水から上がってきた、水から上がってきたカバーだから。え、水陸両用なの。え、これ海の中でも入れるんですか？そう、あの湖の中ジャボーンって入って、そのまま船に、なんかほら、あれがついてるんじゃん、後ろに。あのピロプラみたいな。そうそうそう。え、カバー入ってるじゃないですか。え、あ、違います。カバー入ってないでしょ。もうまさかの、もうお姉ちゃんと同じぐらいだよね。カバーいる中にみたいな。人間カバーって言っちゃダメでしょ。お母さんは緊張かな。緊張してるかな、さすがに。2番手誰走ってます？2番手なっちゃん。警備員の人。誰でも行くよって。誰でも行くよみたいな。もう選挙みたいだよね。どうした？どうした？こっち見てください。こっち、こっち、こっち。何？こっち、こっち。あ、富士さんが綺麗。ああ、いいじゃん。もうちょっと遅かったね。ダイヤモンド、そう、ダイヤモンド富士でちょっと遅かったね。そうそうそう。
後ろ止まるね。あ、お先。うん、行っちゃってていいよ。なっちゃんシールドすんげえ傷入ってんじゃん。新品なのに。B 入っちゃってるよ。あれ MT10 いるじゃん。え？もう見なかった？写真撮るのに。くそ。私の MT10 がいて。あ、テンテンです。ん？テンテン。知ってんの？いや、ただバイクのテン。あ、そういうことね。そういう MT テンテンみたいな。いい名前つけたなって。そこ右よ。そこ右です。すげえ。これはミクちゃんも免許だな。もうちょっと取らないと。もうこれも取る確定したかなみたいな。後ろずっとあーって言ってるよダンサーで。あーって。もう5時だと暗いな。今日はなっちゃんご一家とあれですね、なっちゃんセロプラスママリターンということで、なかなかボリュームのある一日だったんじゃないのかなと思います。まあ途中でここの軍団とは離れるんで、気をつけて帰ってね、なっちゃん。